スコット・スピージオはアメリカ合衆国入りのイシュー、ジョリエット出身の元プロ野球選手、宇藤良ダ。父のエド・スピージオもカージナルスなどでプレーした元メジャーリーグ選手。1993年の MLB ドラフトでオークランドアスレチックスから6巡目で指名され契約。1996年9月14日にメジャーデビュー。三類の他二類、一類も守り。 ユーティリティープレイヤーとして活躍。2000年にアナハイムエンゼルスに移籍後は、内野のほかライトレフトも守った。2002年は、キャリアハイの140安打、打率、285、出塁率、371を記録。同年のサンフランシスコジャイアンツとのワールドシリーズでは、2勝3敗と、大手をかけられた第6戦の7回裏、0対5と、敗色濃厚の場面で、 反撃のきっかけとなる3ランホームランを打った。8回裏には、トロイグロースが逆転タイムリーツーベースを打ち6対5で勝利。第7戦も勢いに乗って勝利し、エンゼルスの球団初となるワールドシリーズ優勝に貢献した。ポストシーズンは、地区シリーズから合計16試合で19打点を挙げ、この1ポストシーズン19打点の記録は、 1997年のサンディアロマージュニアと並ぶ最多対記録である。2003年シーズン後、サン・ルイッシュが手薄となっていたシアトル・マリナーズに移籍。2004年は開幕から肖像・ルイッシュとしてプレーするも同じく前年オフに移籍してきたリッチ・オーリリア。この年で引退する手法エドガー・マルティネスと共に打撃不振に陥り、シーズンが終わるまで復調することはなかった。 結局、112試合に出場し、打率、215と低調な数字に終わった。2005年は、前年オフにリッチー・セクソンとエイドリアン・ベェルトレの、両大砲を獲得したことにより、出場機会が激減した。29試合の出場で打率、064に終わり、8月19日に自由契約となった。2006年2月に、カージナルスとマイナー契約を結び、 春季キャンプで活躍。開幕ロースター入りを果たし、エンゼルス時代のチームメイトデビット・エクスタインと再び同じチームでプレーすることとなった。代打や三塁手、スコット・ローレンの控えなどで出場し、チームはプレーオフに進出。ニューヨーク・メッツとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、第2戦で同点2点タイムリー三塁打、第3戦で、 先制2点タイムリー3塁打を打つなど、敬語打点を上げ、4勝3敗でメッツを破った。デトロイトタイガースとのワールドシリーズでは4打数、ノーヒットに終わったものの、カージナルスが4勝1敗でタイガースを破り、自身2回目のワールドシリーズ優勝を経験した。シーズン後、カージナルスと2年契約を結んだ。2007年6月15日のアスレチックス戦で、自身初の投手を経験。 8回裏、3対14と、大差で負けている場面で4番手として登板し、打者4人を内野ゴロ、至球、レフトファウルフライライトフライで1イニングを無失点に、抑えた。これにより、まだ守っていないポジションは、キャッチャーショートセンターの3つとなった。しかし2008年2月27日、飲酒運転など6つの罪で逮捕状が出ていることが、発覚し、 セントルイスカージナルスから解雇された。ありがとうございます。